皆さんこんにちは、まちかどレモンです。今日は今年私が使っている手帳のご紹介とその使い分けについてお話ししていこうと思います。去年から継続していることもあればガラッと変化したこともあるんですが、いいなと思ったところはぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきます。今年使っている手帳は全部で主に4冊あります。まずメインで使っているのが去年に引き続きこのサニー手帳で、今年からコレクションカバーのサニー手帳ウィークリータイプも使っています。そしてプライベートのアイデア帳としてひとときノートを使っていて、最後にお金の記録帳として無印のデスクノートを愛用中です。では1冊ずつ詳しくご紹介したいと思います。まずサニースケジュールブックマンスリースタンダード、今年はフォレストグリーンのカラーを選びました。書いてる内容は毎年変わり映えしなくて申し訳ないんですが、マンスリー部分には仕事用のスケジュールをざっくりと記入しています。細かいタスク管理に関してはデジタルで管理しているので、例えば YouTube の撮影予定だったら大体この期間で撮影と編集ができたらいいなっていうくらいのテンションで書いています。あとは月に 2,3 回くらい京都から離れることもあるので、その予定も矢印を引っ張っていつからいつまでと書いてますね。もう自分が分かれば OK くらいのテンションで楽に書いています。そしてこのフリーページにはウィッシュリスト100のページも今年も作りました。今年は家庭を持ったというのもあってか、興味が向く方向が変わってきたので、このカテゴリーのところは去年と少し変更しています。あとは毎月のやることリストのページを12ヶ月分、個人のお金の収支管理のページを12ヶ月分書いて、その後はもう本当のフリーページとして自由にメモ書きをしています。詳しくは過去の動画で話しているので概要欄からチェックしてみてください。ものすごく愛用して使ってる手帳なんですが、一つ欠点を言うなら、私の使い方が悪いのかたまたまだとは思うんですが、ここにもともとゴムバンドがついていて、去年に引き続き2冊とも取れてしまったので、カゴがもう少し丈夫だったらなぁと思うところはあります。もしその点が心配な方はマグネットになっているトラットタイプを使ってみるのもありかもしれません。とはいえ初心者の方でも本当に使いやすい手帳で、自然とモチベーションを上げてくれるところが気に入っています。2冊目は同じサニーシリーズで、サニースケジュールブックコレクションデザインカバーウィークリーのワンダージェムという手帳も今年から使っています。こんなタイミングでご報告するのも変な話なんですが、実は今年子供が生まれる予定で、妊婦検診の記録だったり自分の体の変化とか子に関する記録用の手帳として使っています。マンスリー部分には毎日ではないんですが、体重を測った時にちょろっと数値を記入していて、座りがあった時期だと食べられるものが限られていたので食事の記録もしてますね。そしてウィークリーページに毎日の日記と、病院に行った日はお医者さんから言われたことをメモしています。このしっかりとしたカバーがあるのもとっても助かっていて、一時的に病院の明細書とか写真とか挟んでおくことも多いです。ペンホルダーがあるのも気に入っています。これはいただいたものなんですが、久しぶりにウィークリータイプを使ってみて、今の自分なら意外と使いこなせそうだなと思えたので、今年はこちらもガンガン使っていこうかなと思っています。3冊目はこちら、ひとときノートスクエアサイズ、カラーはプレーンを使っています。前回の動画で詳しくご紹介してるんですが、今マイホームの打ち合わせをしていて、その話し合いのノートとして使っています。とってもシンプルなノートなんですが、機能性も高く薄いので、なかなかノートを一冊使い切れないという方にもおすすめです。今は雑多なアイデアメモとして使ってるけど、多分家の話し合いが落ち着いてる頃にはこのノートも使い切ってるかなと思うので、ストック分はショップカードとかポストカードを貼ったりしてコレクションブックにしようかななんて考えています。4冊目は無印良品のクラフトデスクノートマンスリーです。こ
これは自分で日付を書き込んで使えるフリータイプのスケジュール帳になっています。用途としてはスケジュールとして使っているのではなく、家庭のお金管理用のノートとして愛用中です。最初の15ヶ月分はマンスリーページになっていて、その後はドット5ミリ方眼のフリーページが続いています。